こんにちは参政党青森市議会議員の木村淳二です。今日は2月19日月曜日、今日はですね、アスパム。今日,今日アスパムの裏,裏にいるんですけども、先ほどまでアスパムで開催された、北方領土を考えるシンポジウムに参加しておりました。こちらですね、北方領土、島を思い、心に灯す返還の日ということで。 北方領土をを考える集いといとうのに参加ししてきましたえ、まあ、シンポジウムの内容としてはですねえ、まあ、北方領土の問題というのは一体どういったものなのかということを、まあ、県民の青森県民の皆さんに広く知ってもらうという目的のもとえ根室市にですね北方領土についての交流学習に毎年中学生が県内の中学生の方が入っているということでその活動報告 それから N H K 元 NHK 解説委員で弘前市出身の方から日露情勢について北方領土を取り巻く状況についてという解説がありました、えー、私もですね北方領土それほど詳しいわけではなかったので基本的なところしっかりと勉強することができてよかったなと思いますでまたあの北海道にいらっしゃったという方からはですね この北方領土に関する話がまあ青森に来てから非常に少なくて寂しく思っているというようなお話もあったので、やはり、えー、北海道と青森、まあ、一体ですので、そういった意識を醸成していくというのは非常に重要ではないかなと思います。まあ、昨今非常に国際情勢が緊張しています。だからまあ北方領土の問題、領土問題というのに限らず、国の防衛の問題としてしっかり全国民が特に 北に位置する青森県民というのは考えていかなくてはいけないなと改めて思いました、えー、まあ、何しろこの向こうですね、えー、灯台がちょっと遠くにこの辺ですねこの向こうに実は北海道今見えてるんですね薄い島影なので画像だとなかなか確認ができないかと思うんですが北海道も見えています、えー、北の玄関口青森だからこそ北方領土のことをしっかりと考えていかなくてはいけない問題だと思います で北方領土問題の経緯ということで少し、えー、紹介がありましたので、えー、やっていきたいと思います。北方領土は、まあ、日本固有の領土であるというふうに言われています。これちょっと反転しちゃってるかもしれないんですが、えー、とにかくですね最初江戸時代に、えー、日本の北方領土今の北方四島の北側に、えー、国境線が引かれてこの樺太は日露混獣であると、えー、一緒に日本人もロシア人も混ざって住んでいますという土地になりました。 でそのあと、樺太・千島交換条約というのができまして、でこの千島列島と樺太、樺太をロシア領とする代わりに、えー、北方四島より北側の千島列島というところも、えー、ここは,は日本領土だということになりました。で、この際に千島列島の18の島名を1つずつ、1つ1つ上げて、ですね、えー、ここが日本領になりますということをしっかりと明示をしているということです。 でこの18の島々、明示された18の千島列島の中に北方四島は当然、北方領土、現在の北方領土は含まれていませんので、えー、千島列島は、北方領土は千島列島ではないというのはまあ明らかということになります。そして、日露戦争後に南カラフトが日本領土となります。そして、敗戦の際に終戦後、 日本が降伏をした後にですねロシアが攻めてきて千島列島及び北方領土そして南カラフトへ侵攻して北方四島も含めた北方領土が占領されてしまったということになりますそして戦後ですね千島列島と南カラフトの権利や権限そして請求権を日本はサンフランシスコ講和条約で1951年に放棄をしていますただ前述のようにこの千島列島の中に 北方四島は含まれていないのが明らかですので、これはやはりおかしいと、えー。そもそも北方四島、北方領土はですね、日本の固、えー、有の領土であって、他国の領土になったことはないので、これを放棄するというのは、まあ、本当におかしい話だということで、えー、これは、えー、活動報告、えー今、今日のシンポジウムの中で、えー、中学生の方もしっかりと発言していて、頼もしいなと思ったんですが、この不法占拠状態にある 北方領土をしっかりと日本の領土として守っていかなくてはいけないということなんですね。さて、今日のですね、シンポジウムに現地、今日実はズームの配信もされていたんですが、こちら、現地で参加すると、北方領土にちなんだ特産品がお土産でもらいました。こちらですね、北方領土に隣接する、歯舞漁港共同組合。 根室にあるそうなんですが根室の漁協さんからの昆布に関する特産品がもらいました中身はですねアボマイとろろ昆布というものでこれ釧路さんあ失礼しました根室ですね根室産の昆布を使った特産品がもらいましたこういった取り組みでしっかりこうやっぱり北方領土というのはね非常日本三大漁場とも呼ばれていて非常にあの 漁場がですね、漁業資源が豊かだということです、そういった漁業資源が豊かなところに、えー、をしっかり取り返していく、これはまあ国力を向上させるという意味でも非常に重要だと思います。またですね、こうい,う、えー、いったもの、ね、を参加してくれた方に配布すると、やっぱり関心が高まりますので、これを紹介してですね、ぜひ青森県の方にも、北方領土に関心を持ってほしいなと思っています。 今日ですね、結構参加者の方がたくさんいまして結構年配の方が多かったのでおそらく、まあ、推測なんですが北方領土にご親戚がいらっしゃったり元島民の方のご親戚だったりあるいは元島民の方ご自身の方もしかしたらいらっしゃったのかもしれませんそういった世代がですね戦後79年経って本当に少なくなっていく中で若い世代の方にそういった領土問題肌で知る世代が少なくなっていく中で どう関心を持ってもちろん青森市市議会議員ですので青森市の問題取り上げていくんですがこうした国の政治国全体のあり方というのに興味を持ってもらうということの一環としてまた自分自身の勉強のためにもこういったイベントにはこれからも参加していきたいなと思っていますそれではまた失礼しますありがとうございました